流泉寺は、奈良県吉野郡天川村道川にある、新言集大御派の寺院で、旧東山派の大本山である。三号は、大峰山。吉野の竹林院、桜本坊、吉蔵院、東南院と共に、山上が岳にある、大峰山寺の五寺院の一つ。本尊は、弥勒菩薩。近畿三十六不動村霊場第31番、札所。 龍の口八大龍王道水行場を竜仙寺の境内には龍の口と呼ばれる泉から湧き出る清水が流れていて、修験者たちから清めの水とされ、大峰山の第一の水行場とされるなど、修験道の道場として著名である。道川から大峰山を登る修験者は、宗派を問わず、流泉寺で水行の後、八大龍王村に道中の安全を祈願するのが慣例となっている。 道川地区の中心的寺院として、竜王校舎を組織し、多くの三稽古を組織しているなど、大峰山山城が竹への東海の出発点となっている。毎年10月の第二日曜日に、八大竜王道大祭が行われる。総門なで石伝承によれば、700年頃、大峰山で修行していた猿のおずぬが、この地に泉を発見し、竜の口と名付けて、その側に衝動を立て、 八大竜王を祀ったのが起源とされる。竜泉寺ができてから200年ほど後、寺から1キロメートルほど上流にある、灯籠の岩屋に、私有のオロチが住み着き、人々を襲ったため、修験者たちが訪れなくなり、寺も衰退した。そこで、東山派修験道の祖とされる、消防理元大師が、神言の力でオロチを退治し、寺を再興したとされる。明治時代に、 山上が竹の座王堂の御寺院となる。1946年に、道川地区の大火で本堂が消失。1960年に再興され、現本堂が建立された。所在地、奈良県吉野郡天川村道川494。ABCDEF 天川村観光案内。ありがとうございます。